キャスタートーク新企画、担当は熊木アナウンサーでーす。はい、皆さんこんにちは。入社4年目、サッカー大好き熊木宗平です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、タイトルコールからいきましょうか。3、はい、2、1、キュッ。そんなのユナトーユナトーというね、はい、ということで始まった新コーナーですけど、はい、ユナトークとは何ぞや。これ大丈夫ですか。これ今出てるこのロゴ作りました、山本さんを入れてこれ大丈夫、このロゴこのロゴは、まあ、ギリ OK という判断です。大丈夫ですかね、はい、これね、熊木アナウンサー提案企画でどうしてもやりたいということで、もうスタートしました。はい、やりたかったですね。やっぱちょっと放送だけでは言い足りない。はい、ですね、今週あった試合、秋田戦ですね。秋田戦ねー、はい、首位ですよ、相手は。負けなしの秋田、はい、一回も負けてないですからね、うん、17試合16試合終わって負けてない相手と対戦しました、うんうん、で結果0対0でした。内田さん、そうね、16試合の段階でわずか4失点っていうね、堅い守備だったんですよ。だからもう守備とユナイテッドの攻撃的サッカーという、はいはいはい、まあ、分かりやすい構図ではあったんですけど、まあで、よく言えばね、やっぱ勝ちたかったけどね。そうですね、待ちつけたかったけどですね。結構惜しかったんだよね、でもね、ゲーム内容としては。前半の41分ぐらいでしたかね、あの馬場選手がクロスバーを叩くシュートがありましたからね。あれ決まってるわね、またね。で、今順位が、今順位が7位。これ見えますかね。 J2 昇格、ユナイテッドできるのかどうなのかというのが、まあ聞きたいんだけど、これできるんですか。実際できます。できるできます。もうこれ断言します。断言するか、まあしないといけないです、はい、だってもう大前提として、うん、去年どこにいたんですか。J2 ですよね、うん、しかもギリギリ落ちてきたチームですよ、うんうん、ギリギリ落ちてきたんだったから、もう1番で優勝して昇格戻る以外の選択肢ないと思うんですよ、はいはい、うん、で、まあ、今この7位っていう順位にいるのが逆におかしいと。ほうほう、はい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 、なるほどね。じゃあちょっと こちら用意したんですけれども、はい、J2 昇格へのポイント1つ目、じゃじゃん、じゃじゃん、縦に速い攻撃。縦に速い攻撃、じっくりじっくりこう崩して綺麗に点を決めようというような。金監督が目指してるのはそういうサッカーでしょ。まあそういうサッカーなんですけど、これがまあこれプラスちょっとこう、はい、この縦に速い攻撃、あーゴールにすぐこう直結するようなボールであったりとかプレーっていうのが少しずつ増えてきたと。例えば誰がその縦に速い攻撃の鍵を握ってますか。やっぱりこの攻撃の舵取り役、あ、まあ、特に田辺とか、ね、田辺選手とかですかね、うん、新加入の選手で ね、だからもうズバッとね、八戸戦ですかね、うん、八戸戦とかの、まあ、意表をついたパスもありましたし、うん、なんていうんですか、ね、こっから馬場、こっから酒元という ね、 そうだね、確かにパスが縦の一本が結構裏へのポーンって抜けていくようなボールとかが出ると一気にチャンスシーンっていうの何回かありますもんね。ですね。あとはもうこの中盤を飛び越してこのディフェンスラインからこう、はいはいはい、まあ、崎本選手がよく収まるのでボールが、崎本選手にボールが行って、そこからマヨネーズがガーッと走って得点というパターンもよくありますね、はいはいはい、これさ、思うんだけどやっぱ放送でここまではやらないよね。いやそうですよ、そうですよこんだけ尺さいで説明するってなかなかないよねお前、生き生きしてるなありがとうございますてるこのボランチのニュードがいい、硬い守備してくれてるよね。昨日も、秋田戦ですね、秋田戦も、高さだったりセットプレーっていうのが結構怖い、はい、強みがあるチームだったんで、はいはいはい、怖かったんですけど、このニュード選手が高さあるし、そうで足長いよね、うん、ニュードって長い、足長ニュードなのよめちゃくちゃこう、なんだろうな、相手やボール持ってる選手もこのタイミングで足伸びてくるみたいな、いや確かに、そういう感じになんか見えるんだけど、そうです ね、ちゃんとこの位置でボールを取ってくれるからこそ、ね、まあ、そこから攻撃にもつなげられますし、ね、うん、続いてじゃれん、前線からの連動した守備ということですけれども、まあこれは前線というのは要するにフォワードからしっかりと、うん、プレス、ボールを奪いに行って、守備をするよということですね、うん、特に馬場選手、あ、まあ、ご自身でも前線からの守備得意っていうふうにも話してるんですけど、あの
ガッとね、馬場選手が行くと周りの選手がこうどん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 ね、試合を重ねることについていくようになったんですよね。あとさ、この前の試合が、相手が横浜だったっけ。あ、 YSCC 横浜ですね。初スタメンだった茅沼、はい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 、茅がめちゃくちゃしてたでしょ。あれこそ前線からの守備すごくなかった。ちなみに私が通っている美容室、はい、茅沼選手も来てて。あ、そうですか。髪切ってる人同じ美容師さんで。そうなんですか。茅沼選手のような髪型にしたいですっていう子供が結構増えてるらしい、っていう情報。あ、じゃあもうこれもう鹿児島中の子供たち茅沼ヘアだなんだけど、結構でも小学校でなかなかあれやりづらいでしょ、きっと。だから多分その茅沼になりきれない子供たちが多分一部で増殖してます。あの開幕戦に、あの取材に行ったトリムさんっていう、あの居酒屋があるんですけど、あのそこの店主が茅沼選手のファンで、あの店にカヤメーターっていうのを置いてるんですよ。何それ何それ。まあ、要するに茅沼選手が点を取ったら正の字を足していくっていう、メーターじゃねえな、すごい原始的だな。原始的なんですけど、それを店に飾ってまして、写真と確かまあなんかまあ、正の字を書き込めるような枠があって、この前のじゃゴールで正の字が一つ増えてるはずなんで、そういうことです。3つ目いかなくていいんじゃない。あ、そうですね、行った方がいいんじゃない。行きましょう、行きましょう。J2 昇格へのポイント3つ目、はい、茅沼選手の話ばっかしてましたけど、はい、フォゲッチ選手。あ、フォゲッチね。あ、これフォゲッチじゃなくてフォゲッチなの。これアクセント毎回悩むんだよ。あ、ちょっと僕も悩んでます。前節ぐらいに確かアシストあったよね。そうです。2試合前か3試合ぐらい前かな、福島戦、ね、福島戦か。それがですね、あのこのフォゲッチ選手の、まあ、ユナイテッドのデビュー戦ということで。なるほどね。この日2アシストです。あ、2アシストか。デビュー戦で2アシストするってなんかもう、スター性たっぷりじゃない。そうね、うん、結構意外と小柄なんだよね。いや、まあ小柄なんですけど、まあ今までの試合を見てると当たり負けするところって見てない、見られてないと思うんですよ。まあ、ニウド選手とね、まあ、東京ブラジルの、ね、同じ出身ということで、はいはい、まあ、フォゲッチ選手こうやって上がって、もうニウド選手がこうスペースのところを埋めてるんですよ。それ別に同郷関係なの。いや、コミュニケーションがね、コミュニケーションコミュニケーションがね、ここでしっかり取れてるから、はい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 、ってことはやっぱりチームとしても今シーズンなんかこう全体として守備も攻撃もかなり高まってはいるわけですね、はい、そうです。もう進化してきてますね。金監督も開幕前から言ってますけど、もう総力戦で最後までググッといけると思います。はい、わかりました。いくらでも喋るな。予定時間だいぶオーバーしてますけど大丈夫ですか。あ、すいませんすいません、ちょっと喋りすぎました。初回から飛ばしすぎじゃない。大丈夫、すいません。そうですね、確かにね。